チンの中で一番いい作品には何かに僕たちのサインを入れて、プレゼントしたいなと思っております。はい、じゃあでは早速行きましょうか。じゃあ今井さんから。じゃあ自分から。はい、ラジオネームジュリちゃんからいただきました。はい、大阪府の方ですね。はい、リュウジコウミ君こんばんは。こんばんは。毎週大阪から楽しく聞かせていただいてます。ありがとうございます。早速ですが3代目発見しました。お、大阪に今市という地名があって、看板を見つけて思わず撮っちゃいました。車から撮ったんですが電車からも見えて毎日朝と帰りに見てドキドキしてます。大阪に来られた時見てください、うん、ということです。写真があるんですけども、うん、本当にあの青い看板に、うん、今市ってもろ乗っててですね、これ初めて見たのでちょっとテンション上がりますね。大阪が、大阪ですね。大阪にあるんだね。はい、へえ。大阪のどこだ、これなんだね。ちょっとどこか分かんないですけども、まああるんだね。ありますね。はい、ちょっと嬉しいですね。漢字も一緒ですすごいね。はい、まあ、大阪何かと行く機会はあると思うんで、はい、ちょっとぜひその機会にでも。次はですね、はい、ラジオネーム等は何も書いていません、はいはいはい、明日テスト頑張れそうな気がするって書いてありますこんばんは、リュウジ君、おみくん。こんばんは、私は3代目大好きな愛知県の高校2年生です。なるほど、私はあなたの街の3代目のコーナーが好きで、うん、あなたの街の3代目からあなたの街にある3代目に少しでも関わるものと解釈してこのお便りを送らせていただきました。うん、今日はあるものを発見しました。車から窓の外をふっと見た瞬間にまさに3代目のものが目に飛び込んできました。それは、はいはい、ナオキヘアという名前の美容室です。その時母と一緒にいたのですが二人してゲラゲラ笑いまくりました。うん、明日からテスト頑張るのでめっちゃ頑張れそうです。ナオキさんありがとう、テスト頑張りますそうと。見てください、このナオキヘア写真もあります。ひらがなでひらがなでナオキ、カタカナでヘアと。なるほど、もうバッツリサイドは刈り上げられるんでしょうね、きっと。そうですねこんなものもある、まあ、こういうのもありということで、はい、今後、はい、そうですね。じゃあ次行きたいと思います。はい、ラジオネームチータム、はい、18歳の千葉県のお住まいの方からいただきました。ありがとう。リュウジ君、おみおみこんばんは。こんばんは。私の身近な3代目見つけました。うん、かなり身近にいましたよ。私は4人兄弟なんですが、はい、私が長女で、うん、下に妹が2人、弟が1人います、うん、はい、一番下の妹が2歳なんです。うん、三女です。三女、三代目です。三代目だね。まだ2歳だけど3代目が大好きなんです。うん、ゴーマウェイ歌っちゃうしファイターズの王のとこもできちゃいます。でも3代目って言えないらしくていつも3枚目って言ってますかわいいなかわいいな。リュウジ君はリュウジ君、うん、オミ君はオミオミって呼んでます。あら、ガンちゃん、エリー君、ナオトさん、ナオキ君は言えるけど、ケンジロ君は名前が長いせいか言ってくれません。我が家のかわいいかわいい3代目です。写真ついてる。はい、チータムちゃんからいただきました。ラララララ。いやー、これ写真があるんですけど、かわいい、ちょっとかわいいな。隣にハーゲンダッツのバニラ味を持って一緒に写真撮ってますね。かわいいね。めっちゃお目目が大きくて二重でパチクリの二重のゴーマイウェイも歌えて、ね、ファイターズのオーもやってくれてもできると、はい、かわいいわ。でもケンジロ君の名前は言えません。言えないとそれね、正解です。正解です、はい、いい子に育ちそうですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、続きまして、埼玉県のラジオネームタマさんからいただきました。いつもお仕事お疲れ様です。この間群馬のおばあちゃん家に行ってきたのですが近所でオミ君を発見しました。うん、車の中から撮ったので見づらいですがきっと店主は3代目であると信じてメールしました。はいはい、戸坂さんって名字はあまりいないし教習所で聞いた途半車線ぐらいしかなかったのでオミ君大好きな私からしたら嬉しかったです。うん、次におばあちゃん家に行った時に何代目か確認するのが密かな目標ですということで、はい、写真がついてるんですが有限会社戸坂内装店という看板がおります。なんとですね、うん、これちょっとまさかの親戚疑惑っていう、うちの親父群馬なんですよ。あれ写真が、はい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 、群馬なんですよ。はいはいはい、なのでこの群馬のおばあちゃんちって書いてあるんですよ。で、うん、戸坂って名字珍しいじゃないですか。はいはい、僕の父親兄弟がすごい多いんですよ。はい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 、なのでもしかしたらあ親戚かもっていうかもしれない。俺もわかんないですけど確認取れてないんですけども、はい、でも群馬で戸坂でっていうなるとすごくなんか近いというか、そうですよね、うん、そんな気がしてならないんですが相当いいポイントつきましたね。ちょっとこれたまちゃん確認してきてうちの親戚かもっていう感じでした。なるほど。はい、ということで、はい、一通りメールご紹介してきましたが今回のベストショットを選びたいなと思うんですが、うん、まあいろいろありましたね。はい、どれにしましょうか。でもねすごい全部このコーナー大丈夫かなって心配してたけど、うん、そう皆様のおかげですごくいい感じのコーナーになってるんですが、はい、
僕的に今回のツボをついていただけたのはやっぱね、可愛い2歳の、あ、三女の三代目の自分が紹介したやつですね。何ちゃんでしたっけ？チータムちゃん。チータムちゃんからいただいた。はい、いただいた。じゃあこの子に。この子にしましょうか。じゃあ千葉県のチータムさんに決定したいなと思います。おめでとう。ありがとうございます。まあ何よりこの可愛さね。うん。しかもこう僕らのことを知っていただけて、ケンジロ君の名前が言えないという素晴らしいオチまで。ということで、僕たちのサイン入りの何かが欲しい方は頑張って探して。